医者両目お気に入りの特等席隣の人でもそうですねそんなに治療8時がなく開くのは向かいのドア息を呑む言いかけてたその言葉は今日も逃げた言いかけシンプルでいいのに育児ないが勇気抜けすと乗り越えなきゃ逃げるなんておはようのオーディションして弱虫が自分に立って聞くよりは頑張らなくちゃだって2日会えないからねyou